減った。今日のハチゴリグルメはこの店、ハワイアンの店です。ではいざ実食。メニューです、ここはハワイです。川口のね、川口のハワイに来ました。で、何を食べるかと言いますと、パンケーキも食べます。パンケーキはね、これを食べます。ちょっと今やってる国産いちご5種のワンダーパンケーキ、これを1個ね、美味しそうですよね。これを頼むのと、これ食後ですね。で、こっちはいろいろあるんだけど、パンケーキね、いっぱい、ハワイの店なんでパンケーキはいっぱいありますね。バナナクランチとかバターミルク。でね、今日のメインの夕飯は、なんだっけ、ガーリックシュリンプだったっけな、ガーリックシュリンププレートの M だな、 M の、あ、これだと、そうだよな、あ、プレート違うな、なんかこのタイプ、ご飯もついてるタイプと、これね、これのご飯ついてるでしょ、これの、だからハワイアンバーベキューチキンプレート、これでライス大盛り110円なんで、これね、これとガーリックシュリンプのプレート、このプレートなんだ、あ、これだ、ガーリックシュリンププレートの7ピースにするか、1628円、これとハワイアンバーベキューチキンプレートしようと思います。結構ね、高額なので、サラダとかはちょっと頼むお金がないので、これも美味しそうだな。でもこれなんかちっちゃいね、多分ね、ピザですね。で、ドリンクはお水で今日はね我慢しようと思います。結構ね、金額がいっちゃうんで、ちょっと節約ということで、そんな感じで、じゃあ今から注文します。じゃんじゃんじゃんじゃじゃん、ハワイアンガーリックシュリンププレート大盛りです。ライス大盛りだからこれが1個増えたみたいですね。さあ早速食べてみましょう。じゃん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 じゃじゃん、これもうまそうだ、匂いがすごくいい。これも大盛りにしたので1個丸が増えました。最高です。並べで取ろうかな。じゃん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 、これがハワイアンのプレートが、今から食います。今分けてもらって半分こずつにおかずをしました。ではね、シュリンプ、ガーリックシュリンプからいってみましょう。これ骨も、あ、っていうか尻尾も食えるだろうな、これ。じゃあいただきます。うん。うん。プリプリの、なんかガーリック効いてて、めっちゃうめえぞこれ。もうね、ハワイに行ってる気がする。やっぱね、尻尾はね、出した方がいいな、尻尾は。尻尾までいけるかなと思ったけど、尻尾はね、ちょっと噛みにくいので、じゃあじゃがいも。尻尾噛みにくいので、尻尾は出して食べた方が美味しいですね。うまっ。もうね、音楽がね、もうハワイにいる感じがするんだよ。
昨日ね WBC で日本が世界一になったね、そのお祝いできました。今日はまあ大谷君すごかったね。大谷君のためのさ WBC だったよ昨日のは。これポークソーテーみたいな感じだね。これこれもねさっきいい匂いしてたのよ。うめマジうまいよこれ。エビとポークソーテー両方入ってるとやっぱうまいね。でさ、大盛りにして正解。これ3個あるとさすがにねお腹にたまる。シュリップはねこうやって食べないとちょっとねやっぱね尻尾はちょっと厳しかった。バカうまですねこれ。バカうま、何個でも食えるこれ。なんかさタレが指についたところうめえんだよこれが。やっぱね、ちょっと贅沢して正解だった。もうね、ここはね、ハワイなんじゃないかと思うようなね、この音楽と雰囲気。あとさ、こんな感じでさ、天井はこうなんだよ。ね、いい感じでしょ。じゃあちょっと食べてからまた点数つけますんでちょっと待っててください。じゃあねちょっとねお花食べてみようと思います。お花はねまあここの部分は食べないけどあとは食べれそうな気がしますね。ではいざ実食。なんかねあレモンかけたからこれかけたからレモンの味がする。全然ね食べれる。サラダみたいな感じ。全然平気。ミックスリンププレートは食べ終わりました。これがねこれが噂のワンダーパンケーキ。国産いちごロスのワンダーパンケーキ1850円、税込み2035円です。すごいですね。まあ2人で食べればでもね1000円っていうことなんですよね。なのでなんかシロップがあるのでシロップをかけるということ。裏はこんな感じ。アイスクリームですねこれね。アイスクリームが支えとなってこっちはパンケーキね。で2人だったら食べれるでしょ普通に。ではちょっと写真撮ります。じゃあねちょっと分け皿に取り分けてもらってあとメープルシロップは後でパンケーキに食べ、かけようと思います。では5種類のいちごねありますので食べてみます。絶対美味しいよねこれ。普通にうまい。フルーツパフェ見て。今のアイスクリーム。WBC のね、世界一になった記念に食べてます。一応ね、かけながら応援してました。なので、
ね、国民皆さんの応援があったからこそ、ね、優勝したのではないかなと思います。ワールドカップラグビーもすごいし、サッカーもすごかったし、野球もすごかったし、いいことばっかりですね、最近はね。またね、3年後に WBC あるみたいなんで、ヌートバーがね、また日本に入ってくれるとすごくいいんじゃないかなと思います。これパンケーキね。さっき食べたプレートね、あれね、大盛りにしちゃったんだけど、大盛りにしたらね、お腹パンパンになっちゃって、やっぱね、普通盛りにすればよかったかなと思います。まあでもパンケーキはね、入れますね、普通に。この間ね、横浜のね、やっぱこういうハワイの店行ってパンケーキ食べたんだけど、パンケーキはね、美味しいよね、これ。ただ金額がね、高いからね、お祝いとかじゃないとなかなかね、食べれない。この間はね、クリスマスの時こういうパンケーキ食べましたね。だからこれ来年のクリスマスケーキということにします。マジうまいっすよ。ハワイに行かなくてもこのハワイの感覚がね、味わえるというかね。俺ね、ハワイに行くとハンバーガーがさ、ハンバーガーがこんなでけえの、一人でね食いきんないんだよ、ハンバーガー。昔行ったことあるんだけど、だからパンケーキもハワイに行ったらめっちゃでけえんじゃねえかなと思うんだよね。やっぱね、程よいサイズじゃないとね、日本人はね、食べれない。だってさ、今だってさ、夕飯食べた後にこれ食べてんだから、さすがに重いよね。もうね、優勝ケーキだよ、これ。WBC の優勝ケーキ。ちょうどね、今桜が満開です。でもね、今日はあいにくの天気でね、雨降ってます。いや、うまいね、やっぱね。
最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。ではね、このままさあ点数付けをやりたいと思います。金額はね、2人で5093円、だから1人頭2500円ぐらい、エビプレートね、シュリンププレートだよ、だからで、あとバーベキューチキン、あとストロベリーワンダーパンケーキかな、こあそうだね、そうだね、うん、じゃあいきます。エビプレートセブン、点数はダカ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 ダ、じゃん、97点、どん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 、パフパフで、次バーベキューチキン、ダカ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 ダ、じゃん、99点、どん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 、パフパフ、でワンダーパンケーキいきます、ダカ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 、じゃん、100点、どん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 、パフ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 、ということでね、エビプレートが97点、バーベキューチキンが99点、ワンダーパンケーキこちらが100点で、すごく美味しい食事になりました、ね、WBC 日本もね世界一になったし、非常に楽しい一日でした。またね、またこういう美味しいおしゃれな店を入ってね、美味しいそうなやつを食べて、点数付けをしていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあまた、バイ、ハシゴリ、チャンネル登録お願いいたします。チャンネル登録よろしく、ゴリゴリ、チャンネル登録よろしく、ゴリゴリ、チャンネル登録をお願いいたします。